優勝戦1号艇真田英二選手です。よろしくお願いします。お願いします。予選ラストの日は船足の仕上がり納得できましたか？いや、ちょっと回転が合ってなかったですね。それまでには調整うまくいったなという日もありましたか？そうですね、会った時にはどんな船足なんですか？そうですね、バランス取れて出足がちょっといいかなって感じですね。ご自身の好みにも合ってますか？いや、好みには合ってないんですけどね、はい、でももうモーターなりに合わせていこうという考えでしょうか？そうですね。1号艇ですがピット離れいかがですか？離れはいいと思います。スタート感はどうでしょう？ちょっとね、早に感じるんでちょっと控えてますね。優勝戦では集中力高めてですね。そうですね。ではファンの皆様にアピールお願いします。はい、明日頑張ります。2号艇林芳則選手です。よろしくお願いします。お願いします。予選ラストはまくって勝負が成功になりましたけれども、船足についてはどう感じてますか？そうですね、安定版取れて今日は良かったと思います。はい、何か特徴は感じてますか？いや、特徴はないんですけど、全体的にエンジンは良くて、まあ悪いところはないですね。もう優勝戦コンディションに対応だけ考えたらいいような雰囲気ですか？あ、そうですね、はい、はい、2号艇ですがピット離れ今節どうでしょう？いや、いい方ですね。はい、出ればという気持ちはありますか？いや、でも真田君もいいんでちょっと無理ですね。そうですか、はいはい、2コース想定しますとご自身のレースのイメージどうでしょう？いや、もう刺すだけと思ってますけど、はいはい、全体的にいいという船足ですが、刺していくような船足、その部分も自信ありますか？まあ、やっぱりスタートさえいければチャンスあるんじゃないかと思ってます。はい、スタート感どうですか？そうですね、向かい風が強い割にはやっぱりいけてるんじゃないですかね。ではファンの皆様にアピールお願いします。前回の分も取り返せるように頑張ります。応援お願いします。3号艇石丸海人選手です。よろしくお願いします。お願いします。予選最終日は連勝で勝負が成功しましたが、船足納得いくような仕上がりになりましたか？今日は良かったと思います。かなり入念にプロペラ調整されてましたね。はい、それが成功してということですが、仕上がり具体的にはどんな船足ですか？もうしっかりバランス取れてますね。はい、今の仕上がりでしたら不足はない雰囲気ですか？まあ、優勝戦メンバーでも、はい、勝負できると思います。枠は3号艇となりましたけれども、レースのイメージ、進入などはどうお考えでしょう？まあ、しっかり3コースから行きたいと思います。3日目はスタートの目標10あたり、それに対してしっかり決まりましたが、優勝戦はどうでしょう？まあ、しっかり決めたいです。はい、ファンの皆様にアピールお願いします。はい、優勝できるように精一杯頑張ります。4号艇小金井力良選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。船足の仕上がりについてはどう感じてますか？いや、もうもらった時から、だいぶ叩き替えたんですけど、埼玉の中村さんのアドバイスでだいぶ良くなりました。では、まあ、モーターの2連対立よりもかなりいい仕上がり、レース足はいいと思います。はい、はい、そのレース足、今までの船足を武器で戦うのか、また違うパターン考えてますか？いや、いろいろやったんですけど、まあ、数字考えてもちょっといいとこ探しながら行こうかなとは思ってます。はい、はい、調整のゾーンは狭いのか、ある程度把握はできましたか？いや、もう今の形だったらあのゾーンには入ってると思うので、はい、もう微調整で行くと思います。はい、4号艇ですがレースイメージどうでしょう？いや、展開作れるようなレースができればいいんですけど、まあ、しっかりスタート行って、はい、展開なりのレースができればなと思います。ここまでのご自身のスタートはどう評価してますか？いや、届かないんですけど、まあ、届かないなりに、はい、勘とは合ってるので大丈夫だと思います。それではファンの皆様にアピールお願いします。はい、浜名湖大好きなんで優勝できるように頑張ります。5号艇星英二選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。予選ラストはご自身でスタート決めてレースを作った、そんな戦いでしたが、船足はどうでしたか？まあ、伸びしかないですね。伸びしか、はい、優勝戦に向けてはその船足をさらに強化するのか、バランス取っていくのか、どうお考えでしょう？できたら強化していきたいんですけど、まあ、ピット離れがちょっと不安なので、まあ、そこを考えなきゃなと思ってます。はい、まあ、仕上がりによっては少しレースのイメージは変わってくるということですね。まあ、そうですね。でも伸びは落としたくないので、そこだけ意識してきます。やはり星選手といえば伸びで活躍したという、そんなレースの代名詞もありましたね。まあ、それぐらいしかできないんで。はい、ではその伸び型ということを考えると、ご自身ではどんなレース作っていきたいですか？でもまくるしかないと思ってますけど、まあ、行ってみないとどうか分からないです。スタートに関しては今節どうですか？見えているつもりなんですけど、そこまで到達
できてないことがあるので、うん、ちょっと頑張りたいですね。ではファンの皆様にアピールお願いします。しっかり走りますので応援してください。6号艇寺本重信選手です。よろしくお願いします。お願いします。予選最終日船足の仕上がりについては納得いきましたか？いや今日はダメでした。そうですか。どういうふうにずれてしまったというのは把握できましたか？ちょっとつながりが悪かったですね。あ、そうですか、はい。予選までの間に調整がうまくいってつながりも良かった日もありましたか？2日目はかなり良かったと思います。その仕上がりを目指すのかまた違うパターン考えていますか？2日目の足が出せればいいなと思います。はい。その船足をイメージすると6号艇レースのイメージどうでしょう？ちょっと遠いんで難しいですけどね。考えます。はい。展開があれば捉えるそんな船足はありますか？しっかり合えばですね。はい、挑戦に集中ですね。はい。スタート感は改めてどうですか？いやちょっと思ったよりいけてないです。優勝戦はではもう少し踏み込みたい。そうですね。15全速でいけるように頑張ります。最後ファンの皆様にアピールお願いします。はい、いいレースでできるように頑張ります。お願いします。